はいどうもこんばんは、ラムロットです。ブラザーズ実況を続きやっていきたいと思います。今回の動画も良ければ高評価よろしくお願いします。危なそうなところにやってきました。いや本当ね、このね、このゲームで皆さんに何を一番伝えたいかっていうとね、一人でこの二人を操作するっていうね、この難しさよねグラフィックも綺麗だし、いやー本当にね、こうチリングなゲームですよ。ただ絶対70代のね、高齢の方にもプレイしていただきたい。ぜひとも一人でね。この何ここ、人が釣られてるんだけど。危ない。なんで、しかも俺子供っぽくない、これ吊るされてるの。兄ちゃんちょっと待ってよ兄ちゃん。オオカミガンガン近づいてくるな。ちょっとね、個人的にグラフィックがすごい好きなんで、このグラフィックでいろんなゲームしたい。なんかすごいジオラマの中でフィギュアを動かしてるみたい。綺麗な街に来た。両方行けちゃうな。先にこっちから行こうかな。マリア様、マリア像的な天使だね。天使です。ちょっと座ってくか。じゃあ激渋ですいいなあ。夜中にずーっとやってたいね、この感じのゲームは。お、鐘鳴らせそうじゃないこれ。ほら。お、誰か出てくる？お、明かりがついた。誰か出てきましたで。こんにちは。あ、こんばんは。ここに向かっとるんですが。優しい。夜中に叩き起こされても優しい。案内してくれる感じ、もしかして。あ、開けてくれるの。よぼよぼよ、よぼ、大丈夫。でも開けてくれる、ありがとう。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。優しい。まだここにもいる。危ない。松明を捨てるのが早かった。あ、嘘でしょ。早く捕まって。捕まった。あのランタンを取らないと。すごい川、すごい川。どんな流れ方してんのよ。ランタンをあそこ行っちゃった。危ねえ。えらいところに来てしもうたけども。でも全然そのユグドラシル的な木が見えないよね。いい景色、やっぱいい景色のところにね、人間というものはね、ベンチを置きたくなるんですね、これね。座ってみよう。荒れ地でしかない。あそこも橋壊れてるし。割となんかね、橋壊れっぱなしのミディーバル世界を舞台にしたゲーム多くないですか。財政難なのかな。まあでもやっぱその財政がうまくいってなくて、やっぱその荒れてしまう。どうすんのこれ。あ、こういうことか。財政がうまくいってないせいで、いろんなところを補修するお金がなくなり、治安は悪くなり、悪がはびこり、それが
ファンタジー世界のね、ゲームの見せたこれなのよ。いや、この右手と左手をね、別々で動かすっていうね、難しいのよ。これパッと判断ができないのよ。兄ちゃん頼むぜ。これ多分年齢関係ない。これ右手と左手でじゃんけんができるかとかよくあるよね。まずこっち離して、どのボタンを離していいかまず分かんないんだね。よしよしよし、どっちのボタンだ、こっちね。よいしょ。あ、ダメじゃん。生きてる。あ、でも早く助けないと。嘘、別れちゃったよ。ダメじゃん、泳げないのに。早く追いつかないと。弟泳げないからさ。あ、もうダメじゃん。あ、いいところに行き、危ねえ。兄貴生きてる？あ、兄貴生きてる。これを渡っていくの？あ、ダメそう。あ、ダメ、あ、ダメそう。死ねる。兄ちゃん。あ、し、何それ。え、何それ。あ、何この難しいの。トロールじゃない。何あいつ。あ、やめて。あ、危ない。お兄ちゃん助けて。完全に白雪姫が迷子になる怖い森だね、ここね。あ、ダメじゃん。兄ちゃんやばい。あ、来い。つく。あ、つく。人間を食べるの。あー、兄ちゃん頑張って。嘘でしょ。今のなんで死んだのか教えてくれないかな。今のどこがダメだったのか教えてほしいな。もう俺動かねえからな。あ、でも絶対ダメじゃん、ここ。ダメじゃん。ああ、すごい鼻かゆい。すごい鼻をかきたいんだけど、両人差し指と親指をがっつり使ってるからもう鼻をかくこともできない。俺は今コントローラーから手を離すことはできない。危ない危ない。ほら、ぴょこっと手を伸ばしてくんのよ。大丈夫かなーと思いきや、嘘でしょ。ここまで来て、兄ちゃんのこのね、戸惑いのなさよ。弟、綺麗だけど危ないよ。早く早く早く。ナイ、エンノ、いた。あれ、なんか、え、これ現実世界なのかな。なんかもう天国に来ちゃった感あるよ、若干。
幻想的なところに来てしまった。ほらほら、なんかバカでかいのがいるよ。何これ、何これ、お迎えじゃないですか。お兄ちゃんすごい疲れてるし、お母さんじゃないこれ、お茶美人のママだ。ママ、ママよしよしできんの？ママかわいい。あ、てか、あれ、お父さんじゃん。ナヤ、パディ。守ってたの？ナヤ。え？え、どうしたの兄ちゃん？さっきの夢なんだったんだろう。さっき歩いてきたところですね。いや、多分実はお母さんが死んじゃったのはきっとお兄ちゃんは俺のせいだと思ってるみたいな、弟の罪悪感を夢で見たのかな。あ、ダメ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 、何してんのよ、どうしたのよ。嘘嘘嘘嘘でしょ、危ない危ない、行く行く。な、何してんの、なんでみんなそんな首吊っちゃうのよ。何があったの、どうしたんだい。オン、リア、サー、ワリラ、ハイ、何があったのかはよくわからないか。わ、これ子供だな、親子だ、疫病かな。いや、あの人掘っていくの危険だと思うんですが、先を急ぎましょう。俺らもね、死にそうなパパが待ってるから。なるほど、普通にそっちが開くと。はいはいはい、一番上まで開いちゃったけども、多分、よし。怖っ。でいっ！あぶねえ。よし。でもこれうまく引っ掛けたらいいってことなのかな？よし。いきまーす。ダメじゃんダメじゃん、つっかえてるつっかえてる。こっち離してちょっとでも出てたらダメなんだ。よくできた橋ですねこれね。よし、オッケー、超綺麗。なんかやっぱり北欧っぽいよねこの感じね。かっこいい、スカイリムみたい、いいな。
なんかこの自然の感じとかね、ノルウェーとかあっちの方のね、森っぽいもんね。フィンランドとスウェーデンは行きましたけどね、あんまりね、この森パートには行かなかったのよ。いや、あった。特にスウェーデンはね、あ、ヤギがいる。フィンランドはね、ちょっと森の方まで、田舎の方まで行きましたけど、フィンランドはね、なんかこういうゴツゴツした岩っていうか森って感じだったもんね。スウェーデンとかなってくるとね、こういうゴツゴツした山も多そう。スウェーデンとノルウェーの間にね。誰？あれもなんか絵に描いてあるの？いや、あたい。ん？あれはアランウェイクで出てきた炭鉱では。あれ、さっきのヤギだ。放牧されてる。こんにちは。閉めとかないとね。あ、閉めなくてもいいの？逃げちゃうよ、これ。あ、乗れちゃう。俺も乗っていく。かわいい。これ多分、この子たちなら、岩山を駆け巡ることができるみたいな。そんな感じじゃない？これすげー飛ぶ。いいね。すごいね、あのクラッシュバンディクーのね、あの万里の長城をね、虎にまたがって進んでいくステージがめっちゃ好きだったのよ。だからこのよくわかんないちっちゃい四足歩行動物に乗るのがね、やっぱ楽しいよね。ちっちゃいのよ、ポイントは。でかいのに乗るのは普通だからね。ちっちゃいのにまたがっていくっていうのがいいよね。ビショマル、ビショマヤ。あら、すごい、エジソン。スウェディッシュエジソン。いや、素人に任せるのかい？これいいの、俺が持ってってはめても。一番最後のね、重要な仕事を俺に任せちゃっていいのかいって。でも俺しか来れないんですが。もちろん動かないよ。どうするんだ。落としたらいける？落としたらいけるんだ。先に一旦二人で行って、まず回したら何が起きるか確認してからかな。あ、ダメそう。そもそも歯車を入れてから回さないとっていうやつですね。うん、投げれないかな。違うなよ。持てました。持ってるから、ここにいてキャッチ。なるほど、持っては飛べないけど投げられるみたいな。めっちゃ重そうだけど、よくあんな綺麗に投げれた。あ、もしかして通れない。うん、ここはでも投げてどうにかなる距離じゃないと思うんだ。投げれた。うーそ
だろう、落ちるなよ。悲しい。俺ちゃんとキャッチできるようにも押してたんだけどな。もう一回頑張ろう。よし、降りて。じゃあ兄ちゃん頼むよ。よいしょ、来たね。でこれ刺して、よし、オッケー。さあ、この人はあそこにもう閉じ込められちゃってたんだね。お礼は？なんかこの世界の人割とこうすぐにお礼を言わないっていう癖があるね。何かしら言葉だけじゃ足りないってことなのかな。何か持ってきて渡さないと気が済まないみたいな。こんにちは。何作っとるんです？いいや、マーリー。よくわかんない。急にじゃんけんが始まった。勝った。これずっと続くのかな。あら、なんかこれ見たことあるよ。この飛行機はこれダヴィンチが考えたやつでしたっけ、この謎ヘリコプター。発明家だ。さてこれは、逆かなこれ。ああ、逆っぽいな。さあ風が吹いてるから、どういうことなの。音鳴ってる。発明家を踊らせる。うん、以上。どこもでも音は一緒なのかな、出るのはね。行きますか。もうこれもね、多分彼が発明したんでしょうけど、行くか。お、覗けそう。お、お、あ、一応ズームがで、お、なるほど。うん、よくわかんない鳥と、鳥の上車的なものと、あ、なんか閉じ込められてますね、あれね。イノシシ？なんだろう。で、こっから別になんかね、お姉さん的な、プリンセス的なものが見えるわけでもなく。わ、ちょっと待って、めっちゃ面白そうなのがある。これは面白。絶対嫌だ。これ乗っていくの？これ怖いよ、これ。よく信用できるよね、これ。あのよくわかんない、実の発明品を。
落ちた。まあね、それは、まあ、手は離しちゃダメだよね、それは。まあ、今のは完全に俺が悪い。行きまーす。さあ、どうやって舵を取るんだ。あ、ちょっと待って、すごいいいけど、あ、めっちゃいいなこれ。まあ、音楽も素晴らしい。これよ、これこれ。危ない、兄ちゃん。うわ、何これ、また地下に謎のなんか作ってる。いや、作ってあったのか。こっちか。すごい気流だ。これでぐるっと回ってあそこまで行けちゃう。嘘でしょ。あ、やばいやばいやばい。嘘。兄ちゃん、兄ちゃんどうしよう。あ、もうダメかも。あ、やばい、危ない危ない。兄ちゃん助けて。危ねえ。あ、やばい、あそこにでも乗りたい。危ねえ、言わんこっちゃねえ。おねだおねだおねだ。いや、あたい。まあそれは仕方ないよ。いや、もうさすがにね、あ、ロープをね、どっかで使えるかもしれないもんな。あった。壁にみかんがついてますね。あ、賢い、いいじゃんこれ。遭難とかしないようにね。さて、このみかん、みかん、みかんに沿ってあっちですね。一人落ちたら一緒に落ちると。危ない。これこっから分かっちゃったかも。分かっちゃったけど、すげえ怖いよそれ。こういうことでしょ。いきます。怖っ。中国雑技団でもやらない。いきます。よいしょ。違う、あぶね、あぶね。兄ちゃん、兄ちゃん助けて、兄ちゃん助けて、兄ちゃん助けて。あ、入れます。兄ちゃんの凄さよ。弟がこんなブルンブルンしててもなんとかなっちゃう。で、弟は俺の右手か左手か、どっちだ。右手っぽい。よし、はい、もう一丁。よし、はい、兄ちゃん手離します。行きまーす。よいしょ、兄ちゃん登ります。よし、お、お、弟手離します。よいしょ、弟行きまーす。よいしょよいしょ、弟くっつきます。よし、兄行きまーす。よいしょ、弟行きまーす。兄行きまーす。あ、もう終わりだ。ちょっと待ってね。弟もでもすげえ力だから。なんかちょっとスチームのレビューがね、荒れてましたけど、今のところね、綺麗ですよ。まあ、その、グラフィックが良くても、オプティマイゼーションができてないっていう話もありますが、いいよ、今のところ。
足の環境では。まあでもこの挙動の感じとかもね、まあある意味ある意味当時のゲームっぽい感じは残ってる、良くも悪くも。おいしょ。さあこっから外回っていくの。なんかいかんせん文明が整ってないよね。どこもかしこもなんかこうかつて存在していた文明って感じなだけでね。何があったんだろう。外向きに掲げる謎の、あ、行きまーす。頑張ってね弟。よし、よいしょー、よいしょー。危ない、やばい、早くしないと。よいしょ、よいしょ。ちょっと先がない、危ない。行きます。危ない。うう、でかい。いつ建てられたのよ。逆にしよう。ごめんね、俺の手の関係上ね、やっぱこの並びじゃないとダメなのよ。なるほど、強制的に順番を変えられてしまった。困る。はい、手離して。いきまーす。でも楽しいね、これね、普通に。いきまーす。よいしょ。よいしょー。危ねー。で、こっちかな？見えない、見えない。めっちゃいい。何の声だろう。よいしょ。弟、揺れまーす。このでも、と、こんなズタボロなのに、あ、危ねえ。こんなズタボロなのに誰か住んでる？わ、この上の昼間は、完全に、ボス戦。木の板分厚。でかでか、こんなにでかい木が育つってこと？あ、危ない。あ、ちょっと、ちょっと。よかった。右と左俺間違えて登りきってしまっていたら、混乱を招いていたと思うわ。今でも混乱している。危ない。まあ、このロープでも繋いでいくっていうのは正解だったんだろうか。まあ、あれだな、謎のブランコによって、謎のブランコシステムでここまで来れたもんね。ほらほら、綺麗なところ。まだ、まだ続く。このオレンジのみかん何なんだ。わ、めっちゃ遠くにあるよ。あの、さっきあった、あの研究所が。研究所というか、博士のいたところが。さっきから聞こえてる声は誰なのよ。ビヨーンと、ビヨーンと、上登れるこれ。あー、高い。え、ここ行くの？あ、オンバー。はい、いた。鎖もでかい。やや、あった。ヘルコンドルが来る、ヘルコンドルが。おっと、
おっと、なんかでも助けを求めてる感じの声じゃない？この声は襲ってくる感じではない。あ、望遠鏡で見た囚われてる子、ちっちゃ。え、ちっちゃい。俺らがめっちゃちっちゃい。え、どういうこと？ここ何？トロルのグリフォンか、もしかして。グリフォン的な何か。ここいけるんじゃない？違う。なんかあれに乗っていけるんじゃないかなっていう気がせんでもない。ピューマ、ライオン、メンフクロウ、謎の虫取り網。あ、すごい、ちゃんと虫眼鏡になってる。これ望遠鏡で見たらもっとでかいのかなと思って、いや、でかいんだよ、これ。俺らがちょっと、ちょっと待ってね。脳がまだ飲み込めてない。二人のキャラがね、変な挙動をするときは脳みそが追いついていないときです。あら、だい？こっち？これなんか俺しかいけないね。ん？俺は無理だからさ。弟？いける？素晴らしいね。ドラゴン？何者？すまんが俺はいけないんだ。あ、普通にでも高っぽいね。この壁の絵を見るとね。なるほど。あのレバーを引けばってことね。いきます。いける。あ、兄ちゃん届くかな、これ。兄ちゃんのジャンプ力すごい。あ、キメラ？フクロウ？キメラだ。でも顔可愛すぎるな。これでも猫みたいな足が生えてて羽ってことは手足6本なの？昆虫じゃん。レイラ、手足が6本あったらもうそれは昆虫なのよ。虫さんです、あなたは。鳥ではございません。でも哺乳類？でも鳥だからな、卵だよな。よしよしなんだけど、まずそこから離れないかい。あら、だい？だ？怪我してるのかな？血まみれ？それともまだ毛が生え揃ってないだけ？わ、家に欲しい、買いたい。
お父さんのことをちょっと思い出してしまったが、あー死んでる。いやー、なんとも最後に一瞬だけ自由を味わえたのか。俺らをここまで届けてくれるために命を使い果たしたのか。もうあそこにでかい巨人だ。あいつの家か。え、俺らって人間なの？いやでもこの橋とか木を見る限りはね、俺らが人間サイズっぽいけど。だんだんわからなくなってきた。ほらほら、なんかすごいよ。なかなか、なかなかすごいね。バイキング。見た目はバイキングっぽいね。ローマ兵かなとか思ったけど、でもメイス持ってるじゃん。え？でかい。あ、座れる。ちょっと見ていい？ここは戦場だ、多分。この世界のね、ロアというか世界観、気になるな。めっちゃしんどるがな。だ、いや。抜けるこれ。おくろ、押していくの。あー、痛いところ刺さってるけどな、それ。もう死んでるか。うわ、でかい剣。あー、すごい血まみれだ。ここも一緒に行くしかないか。兄ちゃん、水はめっちゃ綺麗だ。よし、捕まれ。このゲームサントラついてくるのかな。音楽好きです。さて、こっからでもどうすんのよ。あ、これ先まで行ったら重みでよくできてる。あとちょっと待って、変な音する。変な音が。ありがとう弟。背中、これクマ？いや、クマを肩に乗せてる。いや、クマもでもでけえぞこれ。クマにしたって。よいしょ。何があったんだろう、ここで。あら、おお、俺らが助けたあのキノコトロルはちっちゃいトロルだったんだ。でもこれ敵勢力もでかいよね、この弓矢は。あの矢が刺さってる感じ見るとめっちゃでかいぞ敵も。俺の知らない世界が広がってる。お、下でなんかトレーニングしてるよ。生き残りがいる。押していくのか。
音。嘘。うわ。確かになかなかグロテスクな。うわすごいねここ、目に矢が刺さってる。すごいねここ、楽しい。ほらあの下何してるんだろう、あれもでも巨人なのかな。この辺に横たわってるバイキングっぽくも見えるよね。これもヘルメット。さすがに中は入ってないよね。おっと、これどうすんのよ。まず最初引かないと。これを撃てば、あの死んでるバイキングの頭にぶっ刺さって。それで道が開けるってこと？あ、グロい。でもこの子たちそんなビビってないからな。この世界では当たり前なんだな、こんなでかいやつがいるってのは。こっち側もなんか行きますね。あ、なんか吹ける。お、返事があった。まだ行ったから仲間は生きてるんだね、この古代バイキングたちの。近づいてきた。いやまあでもこれが2013年とかでしょ？いいゲームだこと。いけるこれ。どうなってんの？滝の裏通っていってんの？血まみれよこれ。私も映画プレデターに出てくるシュワちゃんぐらいこれでねカモフラージュできるわけです。土下座してますね。あ、手が6本だ。この人型もね、このろうそくの松明の上に手が4つあって足が2本、その下にトカゲ。人類は実は虫でしたみたいな、そういう話だ。もともとは手足合わせて6本だったんです。お、洗い流された。あ、女の人が囚われてる。クモ。あれでも大きくはない。あの石像いいな。わ、めっちゃ血流れてる。なんかの生贄なのかな。血を流すことでよくあるよね、ホラーゲームとか映画でも。ほらほらほら、わ、すごい。血の川とはまさにこのこと。ダメじゃん。
一応ね、隠れていきましょうってやつでした。いや、でもどうやって行くのよ、これ。あ、ダメじゃん。あぶれ。なんかさ、これ肩車していけって書いてある。ほら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 、これでさ、血まみれになっていったら、あ、神様がみたいになっちゃうんじゃない。いや、これでいけたら本当にね、お前の目は節穴かっつって、我神なり、わしを呼んだのはお前らか。ちょろいな、ちょろいな人間ども。お前らが崇め奉る神とは私のこと。生贄をね、いただいていくわけです、これで。早く逃げないと。俺ただの人間なわけなかろう。んなおとぼけ。そして素晴らしいね、この世界の川の洗浄力はね。ぜひね、この水で洗濯機回させてほしい。洗剤とかいらないんじゃないかな。お、なんか船に乗ってどっか行けそうだけど、船恐怖症なんですけど。お母さん亡くしちゃってるし、あんまり船できれば乗りたくないなーって感じなんですけど、お姉さん。あ、でも、あ、しかも同じようなちっちゃいボート。アラバ、あ、いやだい、ちょっと嫌な記憶よみがえっちゃうんですが、仕方ない。まあそんなね、めちゃくちゃでかい大会とかに出なければね。操作難しいぞ、また。綺麗だな、しかし。わあ、すごい地。ここはまだ川だね。いや、深いぞ、でも。これが何ですか、あの中学生とかが習うフィヨルド。なんか海中にめちゃくちゃでかい魚がいる。あ、でかーい、シャチっぽい何か。シャチイルカクジラみたいな。食べられないそれ。あ、来る、ほらい、あぶねー、あぶねえ、殺しに来ている。いいなあ、シャチって可愛いよね。シャチすごい好きなんですけど、なんであんなでかいんだろうみたいな、そこ含めてすごい好き。
さあ、ちょっとずつ開けたところに出てきたよ。危ない。来る。危ない。おちょくってるんじゃねえかな俺らのこと。危ない。あの多分あばら骨あたりに。あぶらーん。全然進めない。端っこ端っこ、すごい光ってる。あっちの方 OK。 全然進ませてくれなくてさ、この人が完全に遊び始めてると思うんだ。これで入れるはず。うわ、めっちゃ遠くの山光ってる。やっぱ女の人って座ったままなんだな。いやいや、俺らよりもすごい力技見せてくれてるわ。そんなね、もうジェンダーの期待よりジェンダートークがね、もう巻き起こりかけてた頃ですか、2013年とか。女性の力は素晴らしいと。滑る滑る。しかもあの人すごい行っちゃうし、俺ら滑ってまともに走れない。ああ、ダメダメ。この人はこの辺の道を知ってそうだね。うわ、何それ。うわ、限りなく亀に近いラプラスだ。泣くんだね、亀もね。アルチョム？アルチョムって呼んだ？伝説のアイザック・クラークに次ぐ偉人。あれ？あの子は？あ、登ってったのか。よいしょ。よいしょ。岩の配置がなんかどっかで見たことある。じゃあもうちょっと待ってくれていいんじゃないかな？登りきるまでね。お、なんか城壁っぽい。え、めっちゃ凍ってますやん、人がそのまま。なんか上に行け。あ、めっちゃ凍ってるよこれ。皆さん、ベンチ、ちょっと雑なベンチ。もう道路陥落しちゃったからベンチでも置いとくかみたいな。あ、これでね。すごいじゃん。これは観光地になるわ。いや、でもこんな一瞬で凍る？だから多分もともとは寒くない地域だったんじゃないかな、この感じ。そうじゃないとありえなくない？こんな作業しててね、突然凍っちゃうだなんて。あれ、でも行き止まりですね。ガイア、ディマボ、マリア、いよいよ。ちょっとなんか恋仲に発展しそうな気がする。でもあっち行けって言ってるね。別に行ったけどさ。さあ、というわけでですね、今回は時間がやってきたので一旦ここまでにしておきたいと思うんですが、おそらく次回最終回になるんじゃないかなっていう気がするので、よければね、見に来てください。これ斧っぽくない？これ
ダメ？何するんだろうな。今回の動画も良ければ高評価よろしくお願いします。職員さんよかったらチャンネル登録もね、していってください。それではまた次回の動画で。あるじゃーん。